今回あのスーパーライジンということでふ、まあ、普段自分の試合を見ない方もあの世界中の人が見るということで、まあ、いつもよりちょっとプレッシャーだったりとか緊張もあったんですけど、まあ、今回またこうしてあのす,すごくいい形でフィニッシュを飾ることができて本当に今ホッとしてます、あのー、こう連続で KO できてるんですけど本当に何て言うんですかねか KO ってな簡単にできるものじゃないと思ってて自分も本当にこうたまたまっていうのはあれですけどなんかこう,うまく。 こういい成績が続いているとは思っているんですけどやっぱこれだけ続くとまたちょっと次も KO で勝ちたいなっていう気持ちにはなります、はいえー、と今回またこうしてあのすごくいい形であの KO で終わることができたんですけど、まあ、まだまだ自分も本当に未熟ですし強い選手まだ本当に、まあ、本番のタイにはいっぱいいると思うんで自分もまだまだもっと努力して強くなってそして、埋、え、め、ーまあ、たいっていう競技を、まあ、これをきっかけに。 自分の試合ももちろん見ていただけると嬉しいんですけど、梅太の試合を見て梅太って面白いんだなって思ってもらえたら僕はもっと嬉しいんで、あのこう注目していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。梅野源氏選手が、はい、えっとひじやりルールでライジン梅太の始まりだみたいなツイートしてたんですけども、はいえー、そういう梅野源氏選手がこのり乗り込んでくる、はい、ライジンのひじやりルールというものを乗り込んでくることに関してはどう思いますか。はい、えっ、ー、とすごく嬉しいですね。やっぱり梅野選手は自分があの小学校の時とか。 あのよく試合をプロの試合ばっかがまだアマチュアの時に見に行った時に本当に活躍してて、ムエタイで、本当、なんていうんですかね、日本人でこうムエタイに勝つのはキックじゃなくて、ムエタイをやってタイ人に勝つ選手って、本当に梅野選手が本当に原点ぐらいだと思うので、そういう偉大な選手が、来人のリングで、肘じやりがこうできるっていうのは、僕、本当に嬉しいんで、梅野選手の試合も見て、やっぱ、前回の梅野選手とまた違った梅野選手が見れると思うので。 あのそうですね、僕の試合ももちろん注目してもらって嬉しいですけど、あの明太の他の肘ありの試合も注目しても見てほしいなって思ってます。